和田アキ子、腎臓腫瘍で、休養の大友康平にエール、ロックンローラーの生き様を見せて。和田アキ子、73、が20日、パーソナリティを務める日本放送、ゴッドアフタヌーンアッコのいい加減2000回、土曜午後11時に出演。腎臓に腫瘍が見つかり、病気療養に入った、ハウンドドッグ大友康平、68、についてコメントした。和田は、腎臓ってあんまりいいイメージがないんですよね。膵臓とか腎臓は、無言の臓器と自覚症状がないことに触れつつ、でも、早期発見ですからね。定期検診で見つかったというと、ほっとした様子で話した。大友に対しては、希望を持って元気で、自分で、ロックンローラーって言ってるんだから、生き様を見せてほしい。生き様をね、と和田らしくエール。不安になるのもわかるけど、気持ちが一番。元気とか勇気とか、何でも、きって言うじゃない？今は、早期発見はほとんど治るって言いますからね。希望を持って、挑んでいただきたいと励ましていた。大友の所属事務所は18日、昨年11月の定期検診の際に気になる所見が認められ、その後、検査入院をいたしましたところ腎臓に腫瘍が確認されましたと報告。手術を行うため、3月に予定されていたコンサートを中止とすることも発表した。